声で知りたいことを尋ねるとすぐに教えてくれるコンピュータ。こんなコンピュータをコミュニケーション科学基礎研究所は実現しようとしています。ベルリンの壁は何年に崩壊しましたか？89年。他に知りたいことはありますか？直ちにコンピュータが答えました。人間が発した言葉をコンピュータがどのように認識し答えを探すのか、そのプロセスを紹介しましょう。モナ、リザ。まずコンピュータは環境音の中から人の声を聞き分ける必要があります。この時活躍するのがブラインド音源分離技術です。複数のマイクによって音声を観測します。そして観測した信号から目的の声だけを分離して取り出します。次にこの声を言葉として認識します。従来の方法では音響モデル、単語発音モデル、言語モデルをそれぞれ用意し、これら3つのモデルとの照合をもとに妥当な文としての単語の組み合わせを探索することにより声を認識します。しかし認識の精度と速度に限界がありました。これを解決するために音声認識システムソロンを開発しました。まず音響、単語発音、言語のモデルを WFST と呼ばれる一つのモデルに統合して考えます。 WFST の中では音声と単語と言語がお互いに連続して使われやすい頻度で重み付けしたパターンで結ばれ、有機的なネットワークを形成しています。ここに収められる単語は固有名詞も含めるとおよそ200万語。そのため単語の組み合わせの数は膨大なものになります。そこで高速オンザフライ合成法を用い WFST を素早く探索します。まず WFST を2つに分けて組み合わせの数を抑えます。そして同一の部分構造に対しての評価計算を共通化することで高い精度の探索をリアルタイムで行います。そして最後に質問文の答えを探すのが質問応答システム SAICA です。 SAICA はまず質問されているのが人名なのか地名なのかなど回答の種類を推定します。そして新聞12年分のデータベースから回答を瞬時に見つけ出します。ミロのヴィーナスは何という美術館にありますか？ルーブル美術館。ルーブル美術館で有名な画家は誰？レオナルド・ダ・ヴィンチ。コンピュータと自由に会話できる未来がもうすぐそこまで来ています。